無心っていうか、あんま何にも考えない時がいい感じ。もうその自分のやりたいように本能的な動きとか本能的な歌が出てくる時が一番いい時で、ダメな時はいろいろ考える、ああでもないこうでもないって考えながらやってます。普段は懸垂とかしてますね。いろいろ来てる人に自分を分かってもらう場所というか、それで来てる人もなんか来てる人自身がなんか自分を見直すしてくれたりしたら楽しいかな。自分にとってコックローチは今のところ人生の大半を占める大切なものです。寂しいとこでひっそり人知れず死ぬこと